皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は中学校3年生社会第2章個人の尊重と日本国憲法2節人権と共生社会の内容です。本日は2時間目平等権共生社会を目指しての学習となります。教科書ノート資料集を用意しましょう。まずはじめに。 普段ののの生活の中で不平等だと感じるのはどのようう。な時ですか動画を止めてて考えてみましょうどんな時にそう感じましたか年齢に関してまだ子供だから何かをしてはいけない何かをできないことがあったりするのではないでしょうかその他にも男性だから女性だからといったこともあると思います教科書46ページ資料3を見てください その資料を見てどんなことを感じますかどうでしょうまだ差別が解消されていない差別は時間の経過だけでは解決されませんそこで人々の意識を変えることが重要になってきますでは本日の課題です今日の日本社会では差別を解消して共生社会を築いていくためにどのような取り組みや努力がなされているのでしょうか前回の学習で 今日の学習にも関係する人権について学習しました。それは憲法に記されていましたが、覚えていますか。平等権です。平等権は第十四条の法の下の平等に記される通り。すべての人は平等な存在であって、平等な扱いを受ける権利を持っているということです。教科書の四十六、四十七ページのブラック差別。 アイヌ民族への差別、在日韓国・朝鮮人への差別、この3つの差別問題から1つを選んで、差別解消のための取り組みや、残されている課題についてまとめてみましょう。それではそれぞれ見ていきましょう。1つ目に、は、 非差別部落出身者に対する差別のことです。同和問題とも言います。江戸時代に差別された得た身分、否認身分は、明治時代になっていわゆる解放令によって廃止されましたが、その後も就職、教育、結婚などで差別は続きました。そういった差別に対して、対象地域の人たちの生活を改善する同和対策事業が推進されています。しかし、差別が残っており、 人権教育や啓発活動の推進が課題にになっています二つ目にアイヌ民族への差別ですアイヌ民族は北海道や樺太を中心に独自の言葉と文化を持って生活してきました明治政府は北海道開拓の時にアイヌの人たちに同化政策を進めましたアイヌの人たちは民族固有の生活や文化を維持できなくなりましたそしてそれ以前からあった アイヌの人たちへの差別が強まりましたアイヌ文化振興法の制定などが行われていますアイヌの文化の継承や民族としての教育の充実が課題になっています3つ目に在日韓国朝鮮人への差別です日本には在日韓国朝鮮人がたくさん暮らしています1910年の韓国併合によって日本へ移住を余儀なくされた人たちや にに反してて日本へ連れてこられらたた人たちの子孫に対すする差別ですその差別に対する取り組みとして、外国人学校のスポーツ大会への参加などが行われてきましたが、日本で生活していることや、歴史的事情に配慮した人権保障の推進が課題になっています。教科書の48ページの資料1、資料2を見てください。 なぜ男性のの育児参加が注目されててているのでししょょううか動画を止めて考えてみましょう育児をする男性が少ないから共働き世代が増えたからなどと考えたと思うのですが育児をする男性に注目が集まるのはまだ男性は仕事女性は家事といった固定的な性別役割分担意識が存在しているということです。 教科書の48ページの資料3、資料4を見てください。資料3よりなぜ日本のグラフが M 字型なのでしょうか。資料4よりなぜ女性の方が賃金が低いのでしょうか。動画を止めて考えてみましょう。日本が欧米に比べてなぜ資料のような M の字を描くかというと、日本の女性の場合、結婚・出産後に離職し、 子育てが落ち着いてから再就職する女性が多いからです賃金の差は男女の雇用形態の違いで女性は非正規労働者の割合が多いから差が生まれています男女平等を目指して1985年に男女雇用機会均等法が制定され雇用における女性差別が禁止されましたさらに1999年には 男女共同参画社会基本法が制定され男性も女性も対等に参画し活動できる男女共同参画社会を作ることが求められています教科書の48、49ページから共生社会を目指すために障害のある人への配慮在日外国人への配慮としてどのようなことが行われているのでしょうか考えてみましょう 障害のある人にとって生活の妨げとなることでも障害のない人には気づきにくいことがあります公共の交通機関や建造物は体の不自由な人でも安心して利用できるように段差を取り除くなどのバリアフリーにする必要がありますまた障害のある人には教育や就労の機会などに特別な配慮が欠かせません障害の有無に関わらず全ての人が区別されることなく 社会の中で普通の生活を送るノーマライゼーションの実現が求められていますまた障害のある人の自立と社会参画を支援するために障害者基本法が制定されています在日外国人への配慮言葉や文化の違いや教育社会保障などの面でも配慮が必要です今日の課題からまとめを考えてみましょう まとめです。今日の日本社会では差別を解消して共生社会を築いていくためにそれぞれの人々の生活や考え方などが違うことを認めた上で全ての人にとって暮らしやすい社会を実現していくことが行われています。言葉や文化性別年齢障害の有無などにかかわらず利用できるユニバーサルデザインはそのような試みの一つです。これで本日の授業は終わりです。